はい、皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。2023年4月12日、ビバースライブの同時通訳をやっていきましょう。今日は顔文字でしたね。B の、テヨンの、ビバースが深夜にありまして、その深夜のビバースの通訳を入れていきたいと思います。はい、それでは時計をつけて、時計と時間を合わせてスタートしていきたいと思います。では、それでは、ポチッとな。よく見えないけどね。ライブ始めると思ってました？正解です。はい。長くはできないですけど。うん、でも本当に眠たくなったら寝に行きます。僕は今、寝る準備を全部終えたので、ライブはちょっと。やってってお願いされたので来ました。How are you doing? 音楽かけました。じゃあ僕が。ジョングギはこういうふうに証明してるじゃないですか。僕も真似してみました。照明。でも僕の家は照明があんまりないんでね。皆さん何してるんですか？小説読んでるって？夕食、焼き鳥食べました。近すぎるって。小説以外になんかないですか？小説。
次。안녕성진녹 옥상なんだろう。曲聞いたり。ご飯食べたり、ネットフリックス見たり、寝たり。そういうふうに過ごしてます。今6分25秒です。あれ？作業してるかって？あれは、作業してる途中に A メロだけ作って、失敗して、失敗ではないんですけど、ただ、一曲作って、A メロだけ作って、また次の曲作って、そういうふうに過ごしてますね。聞かせてあげれるのがあるかな？ない可能性もありますよ。ちょっと暗いって。こうしたらどうかな。アポ番号。これ、どう、なんていうか。なんかもう一つ明かり必要ですね。ジョングクのようにキャンドル一つ持ってきます。ちょっと待ってください。今8分35秒過ぎてる。37秒ぐらいですね。B はすんごいゆっくり喋るからな。通訳してみるとわかるんですけど、人の性格って出ますからね。9分超えました。あと半分、21分までだったんだ。朝起きた時に撮れればよかったんですけどね。午前中が忙しくて。
キャンドルではないんですけど、もう今は、キャンドルの匂い嗅ぎたくないんですよ。ワイン持ってきました？ワイン持ってきてください。僕の曲は、聴いてると眠くなるかもしれません。ちゃんと聞こえてるのかな？メイビーです。メイビー。メイビー。ただ作ってみたかったんですよ。ここまで。まだ完成してない。バースはまだ完成してない。今13分26秒を過ぎました。これは多分10年後ぐらいにいつかリリースします。
トランペット、僕が演奏したやつじゃないですよ。僕が演奏できるわけないじゃないですか。上手い人にやってもらいました。なので、メイビーなんですよ。僕は、こういうふうに曲を書いてもなんか出すことができないんですよ。なぜかというと、どこに行ったか分かんなくなっちゃって。唯一記憶している単語が。で、検索をして探し出したのがこれでした。今。ああ、ジョングギがこれ教えてくれましたよ。オーノーオーエス。これは、今はこっちの方がいいかな。なぜかというと、今この曲が聴きたかったです。皆さん、アーミーの皆さんが途中、リバースで会いたいって言ってくだされば、こういうふうに時々こういうライブしたいと思います。なので、セルフィーじゃなく自撮りじゃなくてライブで、その代わりになればね、その代わりにさせてください。僕が昔はね、セルフィーすごい上手かったんですけど、誰よりも上手かったんですけど、最近はね、1枚もこういうふうに撮っちゃって、で、それで上げるとね、それでもアーミーの皆さんは、残念だとか、そういうふうに思うかもしれませんけど、そういう書き込み見たんですよ。写真に対して、その自撮りめちゃくちゃ下手になったよねっていうやつ。僕も知ってるんですよ。なので僕が、映像をいっぱい撮らないとね、皆さん的には。
なので、ライブでこれからしょっちゅう来たいと思います。終わり。はい。ということで、録音はここまでです。こちらはいつも言ってますけど、YouTube の方の、アーカイブとして残しておくんですけど、あくまで公式の字幕がいつかつくので、その字幕が出るまでの、臨時用として使っていただければと思います。はい。それでは YouTube の録音を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。この後アップします。